ございます。おはようございます。もう皆さんお分かりですね。今回のカメラと村ともみは渋谷です。お散歩フォトっていうのを毎月各地で開催してるんですけれども、東京でも何度もやってきたんですけれども、その中からですね、今回はおすすめの撮影ルートを2つ紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。レッツゴー。さあ今ですね、スクランブル交差点からですね、渋谷駅を抜けて反対側に出てきました。ここ数年でですね、この辺りが大きくね、どんどんこう変わっていってるんですよね。新しいビルがですね、ドーンとこう立ってますね。ちょっとあの辺りにまずは行ってみたいと思います。おお、なんかかっこいいですね。かっこいいな。今日はこういった都市の風景なんですけど、結構都市の風景モノクロとかいいんですよね。こういう新しい、なんていうの、こうかっこいいイメージのこうビルなんかは。正面が光絵ですね。これはもう何年か前にできてますよね。割とつい、数年前にできたのがこの渋谷のスクランブルスクエア。ここはなんか屋上があって展望台になってて、そこも人気スポットみたいですけど、まだ私行ったことないです。なんかこういうのもちょっとかっこいいけどな。今この床にちょっとこう光のこうラインが入ってる感じがすごいかっこいいと思ってるんですけども、画面をこう走るこのラインが、この角度、それがどれがかっこいいかなと思って、構図的にできるだけかっこよく撮りたい。こうするとまっすぐに走りますよね、画面に対してね。はい、だから斜めの方がかっこいいからね、斜めで。渋谷のこの歩道橋もね、新しくなりましたよね。広くなりましたね、道幅が。そう、そしてここが渋谷ストリームですね。渋谷スクランブルスクエアよりもちょっとだけ早くできたのかな。でもここもね、できてどのくらいでしょう。でも5年ぐらいにはもうなるんでしたっけ、多分。そして、こちらに行くと恵比寿の駅の方に行きますね、明治通り。じゃあちょっと降ります。はい、そしてここがですね、渋谷川ですね。もうなんか本当ここはなんていうんだろう、裏通りって感じの昔は。ちょっとドブ川ですよ、いわゆる。そう。今もちょっと臭いけど。ね、そうなんですよね。だけどだいぶね、こんな新しいビルと下にこう遊歩道っぽくしたっていうかね、ですよね。戻ってみましょう。ここ渋谷ストリームはですね、実はここは以前東急東横線のホームだったんですよね。それが地下に移ったので、その後このようなビルが建ちましたけれども、今もですね、その名残としてこの線路、これ線路なんですよ ね、はい、新しく変わっちゃうと、もう途端に前どうだったっけなとか思うんですけど、
これがね、そう、この形だけで思い出す。そう、もうこの形が思い出しますよね。だから残したのかな。おそらく多くの方がこの形で、そうそうこうだったよねと思われたんじゃないでしょうかね。さあ、そしてですね、先ほどの場所まで戻ってきましたけれども、今あのこっちの道がまっすぐ行くと原宿の方に行きますよね、はい、そしてこっちへ行くと宮益坂の、これ宮益坂ですよね、はい、この坂を上がると表参道の方に行きま す、 そうです、ね、青山通りに合流するんです、はい、はい、ここは宮下パークですね。宮下パークなんて行ったことないですよ。漢字の宮下公園でしょう、昭和人は。ここはね、本当はあの最近新しくなりましたけれども、そもそもね、ここがこんな広い道なんかじゃないですよ。こう自転車置き場でした。私はいつも渋谷まで自転車で来て、ここに自転車止めてましたから。駐輪場だったんですよね、ここね。そしてですね、でもあのここは残ってるっぽいな。ここはですね、残ってますね。のんべい横丁ですね。のんべい横丁。なんかちょっとあの新宿のゴールデン街みたいなね、感じもあって。ちょっとこのね、もう一本この細い。行っちゃいますか、そっち。のんべい横丁応援団と書いてますね、この赤い提灯にね。はい、そしてこののんべい横丁応援団と書いてある背景に、なので新しいビルがちらっと見えてるというね。ちょっとなのでこうアジアチックな感じがするのかな、そのいわゆる外国人の人の、うん、そうですね。ほんと一角だけ残したんだ、うん、ブルックスペディア。広いですよ ね、 結構広い。ボルダリング、おー、ここでスケボー、なるほど、持ってきてます。スケボーはここでやってねみたいな。おー、なかなかこのまあいろんなね、渋谷のこの表情がギュッとこう凝縮されてますよね、今ここからの風景。なんかいいじゃないですか。ちょっと一枚、やっぱ横かな、いや縦かな。ところでこのベンチ面白いですよね。そう、座り心地どうなんだろう。あ、いいわ。そうなんですか。あとフットサルのビーチ版もね、ゴールがあるからできますね、はい、フットサルのビーチ版、そんなのあるんだ。あります。古代エジプト美術館があるじゃないですか。知らない。なにこれ、ここに知らなかった。知らなかった。今渋谷区役所の方に歩いてきました。はい、今もう少し向こうが、あそこが NHK なんですよね。はい、今、現在地ここなんですけれども、ずっとあのこっち、なので渋谷駅こっち側ですね。でもうね、原宿駅がここなんですよ、はいはいはい、今でここがですね、欅並木通りといって、これまっすぐ行くと代々木公園ですね。広い代々木公園があります。はい、そしてですね、ここが国立代々木競技場。あれですね、特徴的なね、特徴的な、ね、あの建物はですね、一度と言わずもう何度となく、あの見たことあると思います。この道沿いはあのよくね、あの土日を中
心にいろんな、なんていうのかな、フェアというか、やってますね。あのね、パースデーとかよくやる。そうです、そうです。ずらーっとあの両側にこう屋台のようなものが立ってですね、まあ、フェスというか、うん、そうですね、いろんなイベントやってます。あ、でも NHK ホール綺麗ですね。綺麗ですよ、この建物。あれ、新しくしたんじゃないですか。なんか、え、妙に綺麗じゃない。え、本当、そんなことない、そんなことない。なんか妙に綺麗な気がするけど、紅白歌合戦はここで開催されるんですよね、はい、そうです。代々木公園来ました。このね、アーチが、あの、のこの周辺が、お花がね、特にあの、ほら、バラ、あの、バラの季節、ここすごいもうバラでいっぱいになるんですよね。渋谷っていうとね、もう本当にあのスクランブル交差点のあたりぐらいしか、こう、なんていうの、まあ、皆さんのこう記憶に残らないというか、そこばっかりが映るし、あの周辺だけあの109があったりとかですけれども、まあ、代々木公園がねあって、緑いっぱいなんですよね。木もいっぱいだし、こうお花も咲いてて、ここはね、渋谷の中でちょっとこうオアシス的なところですよね。いつもあのここは楽器の演奏だとか、もう本当に演劇だとか歌だとか、演劇の練習やってる、もういろんな本当にね、うん、あの若い、特にね、若い方を中心に、学生さんを中心にですね、ここであのいろんな練習をしているので、あの、そうそうそう、そうなんですよね。さあ、そして代々木公園のシンボル的な風景といえば、ここなんですけど、この時間帯まだあれかな、噴水を期待してきましたけどちょっと出てなかったですね。いや、あと、あの桜の季節のね、本当お花見の時はすごい人ですよね、うん、本当ここでちょっとせっかく独占ですけどね、噴水が出てたらよかったかな。ここにあの今ほとんど人がいないですけども、お休みの日とかになるとここにたくさんこうシートが引かれてですね、で、まあ、家族連れがお弁当を食べたり、こう歌の練習とか楽器の練習とか演劇の練習とかね、してるあの学生さんだとか、そういったグループもたくさんここにいますね、うん、この芝生広場なんか、それにしても茂ってますね。こんなに茂ってるのだっけ、はい、はい、じゃあ、ここからですね、原宿駅の方に抜けてみようと思います。あ、噴水が出てる。噴水出てんじゃないですか。あれ、時間ってことですね。朝は出てないんだ。あ、カモさんも泳ぎ始めた。水浴びに行くのかな。カモさんもなんか池に飛び込んでいった今。さあ、噴水はですね、シャッタースピードを変えていろいろ撮ってみる。粒にして写すか、流れているようにして写すかですね。さあ、どっちがいいかな。さっきのバラね、もうだいぶあの枯れかけてましたけど、近づくとね、それが目立って、だけどちょっとこう少し離れたところからそういう時は撮るとですね、その塊が、そう、塊だからまだなんか華やかに咲いてる感じがあったりするんですけど、はい、
ここがですね、代々木公園の原宿門の方になりますけれども、だいたい私どうでしょう、私の年齢ぐらいから上の人とか、うん、やっぱり そこで人が踊ってた昔、うん、竹の子族という方たちが踊ってたのがここです、はい、なんかこうわかんない、こういう踊りでしたっけ。もう原宿駅自体が変わっちゃったしな。今もう、はい、ここがすごいこう変わってますよね。そう、そこの建物とか、まあ、この辺りもですね。もう変わった。さあ、そして明治神宮ですね。代々木公園はこの明治神宮と隣接してるんですよね。ちょっと一枚撮っておこうかな。うん、はい、そして、今あそこが JR 原宿駅ですね。新しくなりました原宿駅。全然イメージが違う。もう全然違いますね。うん、あの原宿駅といえばね、あの古い木造の建物だったんですけど。さて今、まあ、この辺りからですね、向こうが表参道、そして、先ほど説明しましたけど、向こうに行くと渋谷なんですよね。渋谷にいた時にこの道をまっすぐ行くと、ね、原宿の方に出ますって言いましたけど、これなんですよね、明治通りですね、はい、まだね、そして今こちらにも新しいね、まだビルが建とうとしています。2024年春だそうですね。まあ、この辺りも本当どん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 変わっていきますよね、うん、ちょっとね標識を今入れて撮ってます。はい、ということでですね、渋谷から原宿まで歩いてきました。ここがですね、私のおすすめルートその1ですけれども、ではこれから次のおすすめルートに行ってみたいと思います。はい、はい、レッツドン。日曜日みたいな時に来た時以上にいるんじゃないかな人が。